チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのドリンクタイムはね、ちょっとね、面白いの見つけて、パインのカルピス、甘みと香りのパインカルピス、完熟ゴールデンパイン果汁使用カルピス、結構ねカルピスのねフレーバー好きでね、買うねんけどもね、子供も結構ねカルピス系好きやねんけど、まあ最終ノンアルカルピスに戻んねんけどもね、フレーバー好きで、で結構ねピーチが美味しかったんよね、この前買ったやつで。メロンがね売ってなかったやん、あれもうちょっと欲しかったけど、とりあえずねパインね、いきましょう。パインちょっと入れます。よいしょ。ちょっとね水が常温なんで氷を入れました。よいしょ。マドラーもパインだねいただきます。あ、おいしい。あのね、パイナップルのね甘み、あと酸味がすごい、パイン果汁みたいなほんま味がする。もうちょっとこう、なんていうの、安くさいパインの味かなと思っとったよね。でカルピスの味がもっと強いんか思ったけど、まあでもカルピスのね、あのフルーツフレーバーのやつはそんなにカルピスの味があって強くないんよね。でもね、ちょっとニューカっていうの、ちょっと乳白色になってね、味はねパイナップルの味がする。当たり前やけどね、もうちょっとこうしたのかな。カルピスね、どれぐらい入れてんか分からない、難しいんだよ。友達来た時のおかんのカルピスね、ちょっとあの濃くなったらあかんね。あ、これぐらいでちょうどいいと思う。なんていうのかな、このパインの甘さとあの酸っぱさがすごくて、なんていうかな、パインの果汁キュッて噛んだ時にジュワッて出てくるあの果汁が、なんていうのかな、甘さとちょっと喉をつくような酸っぱさっていうのを、で繊維が口の中でシュッとこう潰れていく、あの感じ、繊維の潰れる感じはないよもちろん、でもその時の味って感じ。ほんまにね、パイナップル食べてるみたいな感じのパイナップル感じがする。前回桃買うてんけど、もうなくなってんけどね。まだもうちょっとかな、冷蔵庫に。もうほぼほぼないねんけど。桃がすごい美味しかった。あっちゃん好きでね、よう飲んでてんけどね。で、桃ね、水で割ってもいいんだけど、炭酸で割っても美味しいし、ミルクで割っても美味しいのよ。このパインもね、多分炭酸で割ったらね、すごい美味しいと思う。爽やかでね。で、ミルクで割ったら、またそれはそれでね、ミルキー感が出て美味しいんちゃうかな。だから、このね、このシリーズね、結構、なんていうの？使えるんちゃうかなと思う。感じでね。ありやと思いますわ。これは美味しいと、美味しいよ。で、ね、このカルピスのね、活用技で、フリーザーバッグで お手軽シャーベットって書いてあるんだけどね。なんかね、牛乳と混ぜて、冷凍庫に入れたら、シャーベットができるんやって。フリーザーバッグにカルピスと牛乳を、1対2の割合で、お好みのフルーツを入れる。で、家庭の冷蔵庫で、冷蔵庫で3から4時間凍らせて、もみもみして、好きな大きさに、砕くと、それがシャーベットになるんやって。今度やってみようかな。好きな果汁じゃない、好きな果肉を入れる、フルーツを入れるといいって書いてあるんで。だから、要はフリーザーバッグ、ジップバッグみたいなところに、
カルピス1と牛乳を2って感じで入れて、で一緒にフルーツ入れる、冷凍パインとか入れたからね、ほいでもみもみしたらね、シャーベットになるんで、ちょっと今度やってみるわ。でこれ炭酸で割ったりミルクで割ったり、またいろんな味やってみるんでね、今ちょっとやりたいねんけど、お腹タプタプなってね、おねしょこいたからのでね、だからこれ収録時間寝る前やねだからパジャマやねんけどね、でまあね、こんな感じでね、美味しくいただけるんで、何て言うかな、カルピスのパイン、これおすすめ。これ多分限定やと思うね、今。この前行った時なかったよ。これね、前回のお買い物で見つけて買ってんけどね、これはちょっとかなりレア、レアっていうかね、新しいんちゃうかなと思うからね。なんかパイン。次もメロンね、カルピスメロン美味しくってね、結構夏の限定で、ねけど、何回か飲んだことあんねんけどもね、今年はね、手に入らへんかったんだよ。ピーチはね、一年中売ってると思うんだけど、ピーチも美味しくてね、あと、春限定のイチゴもね、美味しかった。まあ、売ってないからね。でね、夏前はね、ブドウが出てたね。ブドウとかマスカットが出てた。あれも美味しかったけどね。結構カルピスね、子供も好きなんでよく買うんで。また、他のフレーバー見つけたら買っていきます。カルピス、甘みと香りのパイン。本当にね、香り、甘みもね、ほんまのパイナップルみたいな感じで。ほんまに、なんちゅうかな、飲んでてね、パイン感がすごいなって思う。これはいいと思うよ。はい、320円ぐらいだったかな、確か。名前やったと思うねんけどね。で、15杯取れるから、1杯あたり、ね、30円かかってね、20何円で飲めるからね。だから、すごいお得なんでね。15杯分なんでね。だから、30円前後で飲めるし、結構お得なんで、ぜひぜひカルピス、の、カルピスパイン探してみてください。まあ、カルピスはね、体にピースと言われるね、乳酸菌がたっぷりで、体にいいと言われてるんでね、よう分からへんねんけども、まあ、よかったら飲んでみてください。あっちゃんは、パインはおすすめです。美味しい。これ結構美味しいよ。あっちゃん好きな味。もちろん甘いのは甘いけど、甘すぎずね、口の中でね、爽やかな酸味がね、本当にさっぱりして、美味しい、ジュースでした。ということで、今日のあっちゃんの、体にピース、カルピス、甘みと香りのパイン味、紹介良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。